はい、こんにちは、かけまるです。インプレッサーというか、自動車を運転する時のシューズを見せてほしいっていうことで、今日は、そちらの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。とですね、すいません、ちょっと脱ぎます。ここはあれですわ、今見てもらってるのがユニバーサルスタジオジャパンの方ですね。ちょっと脱ぎます。よっと、来たな。ですね、履いてる靴はプーマのフューチャーキャットシリーズなんですけれども、これはもうそろそろ捨てないといけないんですが、汚いですね。ドライビングシューズで、だいたい楽天の方で1万円以内で購入できます。セールでだいたい9800円ぐらいですかね。安かったら7800円ぐらいで出ているはずです。で、こんなして届けてくれるんですけれども、カバー入りですね、プーマさんの。ちょっとヨレヨレなんですが、次買ったのが、寒っ、こっちの靴ですね。これはちょっと高くて、フェラーリのエンブレムが入っちゃってるプーマフューチャーキャットです。ここのプーマのマークがええなと思って買ったんですけれども、で、まあ、なんで普通の運動靴でもええんですけど、慣れてない時は薄手の靴の方がその微妙にクラッチのタッチが分かりやすいんで、おすすめやと思います。いいですね。はい、プーマフューチャーキャットです。なんかこれを長距離走で履くように買われた方が、靴が足が痛くなるって書いてたんですが、これドライビングシューズなんですよ。なのであんまり長時間歩いたりするのとかは、まあ、あんまり向いてないかなと思うんです。ここがめっちゃ薄いんですよ。なんやろ、つま先あたりが。でクラッチのタッチとか、ハンクラのクラッチのタッチとかすごく分かりやすくて、まあ、いわゆる、そうですね、アクセルとブレーキは、まあ、普通の靴でも大丈夫やと思うんですけれども、ハンクラのタッチはこの靴の方が分かりやすいですね。僕が今仲良くさせてもらってるその走り屋さんたちは、靴もう何でもありみたいな感じで、最悪ローカットのブーツで乗ってる人もいてますね。まあそんな感じですかね。カードを確認しました。そうですね。有効期限2016年。それでは、方ですが、出演させていただきたいと思います。